本日のオーバーウォッチティアリストのお時間やってきますか。まあ DPS の方が多分ちょっと分かるから DPS 入れよう、とりあえず、まあ、トレーサー S、 ウィドウ、まあ、ウィドウ C か B だな、 C か B、 メッタ的にちょっと、あ、一旦 B に置いとこう。ソジョーン、AB ラインソジョーン、 AB ラインだな、一旦 B に置いとこう。ここはじゃ S だな。トルビどう、強い、みんなトルビー、ソジョーン A かな、さすがに A か、トルビー結構強いか、トルビー B に一旦置いとく。ソルジャー今回ナーフ来たよね、 B か、 A 上げてもよかったけど、さすがにちょっと今回のナーフ弾ちっちゃくなったっていうのは結構響きそうよね。ソジョーンの方が強くない多分今。ファラ、D です。ハンゾ、D です。アッシュ C だな。ゲンジ S、俺キャスディ強いと思うんだけど、どう、これ俺の気のせい？いや結構いろんなティアリストってキャスディ下の方じゃん。俺キャスディ結構評価してんだけど、どう、みんな的に。結構みんな D とか C に入れがちじゃん。俺結構この辺入れていいと思うんだけど。え、使ったら分かるんだけどさ、丸太じゃない弾。僕も強いと思ってました。俺結構、なんなら多分ナーフ受けたソルジャーよりかは強いと思うんだよな。A はちょっとメタ的にきついかな。キャス強いんだけど、ラッシュ相手。いやでも、逆張りの意味も込めて A 上げてあげるか。割とね、この、まあ、エコーに対してもまあまあ強く出れるし、弾がでかいんだよ、何よりも。ウルト派弱い。いや、それがね、ウルトもバフ入って結構強いんだよね。いや、俺も弱いって思ってたんだよ。けど、今回のウルトのバフ結構でかくて、結構刺さるよ、デッドアイ。ちゃんと刺さる。まあ、本当は B でもいいんだけど、結構みんなが低く評価してるから逆張り A。 バスティオン、D。 メイ結構強い。キャスが報われるのか。メイ B だな。リーパー BC らへんだな。メタ的には結構悪くないんだよな。一旦 B に置いとくかな。ラッシュ結構多いからさ、狭いマップだったら全然あれだと思うんだよな。ただ相手のタンクによるんだよな。メタ的には合ってるけど相手の構成によっての幅が広いってことは B か、真ん中の。新芽はね、違うかな、ちょっと今。もう違う。新芽の強みってさ、あの、右クリックのボム？あれがさ、2発当たったら倒せるっていうのが強みだったと思うんだよね、俺、個人的に。普通にいるだけで強いんだけど、エリア簡単に取れるから。ただ、右クリックのあれが、まあ、HP 増えたことによって、2発じゃ落ちないっていうのが、かなり響いてる気がする。からもう、新芽は D。ソンブラ俺、個人的に評価低い。ちなみに。結構ティアリストによっては高めにいたと思うんだけど、俺個人的にはソンブラ評価低い。C か B。敵がドゥームボールだったら A。それ以外だったら D。じゃあ C、D レベルな気がする。ドゥームオアボールの時は B、A 上げる。ソンブラ派チームだとやっぱり上がる？チームだったら結構強い。けどランクで使う上だったら、まああくまでこれソロラン前提。C かな、個人的に。ちょっと C。少ないな。誰か落とすか。誰か落とすってなったら、俺個人的にやっぱトルビだな、落ちんの、これ。新パッチだから、まあ、ザリア強化とか、いろいろ加味すると、まあ、この二人はやっぱね、ザリアと結構相性がいいから、ザリアを俺結構ね、評価してるから、こうかな。左の方が個人的に強いヒーローだとすると、いや、うん、こうかな。ハンゾーもナーフ入ったしな。これ左から強い順やね。個人的ティア、新パッチ。なんかこんな感じな気がするな。まあ、トレーサー以降、現地の説明はいらないよな。なんかもう強い。トレーサーはもう、DPS の回復阻害 20% をばらまけるし、死にづらい。最強。エコーはね、あの、ウルトが強くなった。なんか、ウルトなんかさ、バフ入ったよね。なんか HP 増えたんだっけ、タンクとかコピーした時の。あとは、ウルトの回転率がめっちゃいい、エコー。弾当てやすくなってから。これ多分エコーを使った人わかるけど、エコーウルトマンの早って多分思った人はいるはず。弾がでかくなったということは、エコー自体のコピーのアルティメットの速度って上がったじゃん。もうそうだし、コピーした後の、コピーしたのにウルトたまらずにさ、解除しちゃったとかさ、時間内にたまんなかったとか経験あったでしょ？それも減ったんだよね。
コピーしたら基本ウルト上がりやす上がるよみたいな、弾大きくなったから当てやすいんで敵に弾を。確かに。だからそういうのもいろいろ込み込みでめちゃめちゃ強くなった。ウルト関連の周りとウルト自体が強くなったからエコーめっちゃ強い。あとは普通に今のメタ、まあ、ラッシュに対して強く出れるし、まあ、こういう TIS のゲンジに対して強く出れるしとか、そういった面でもエコーはもう S で、ゲンジはなんだよ7弦弱くなっちゃったじゃん。ゲンジ終わったなからの使ってみて、え龍拳強ない、常時お狐なんだが、常にお狐龍拳できてるんだがっていうみんなの感動。ウルトが強い龍拳が、あのね、タンク切ってればね間違いない、もう龍拳でタンク切ってれば間違いないっていうレベル。もうソジョーンとかも一緒かな、トレーサーと一緒でばらまける、 20% ばらまけるし、やっぱラッシュに対してやっぱ逃げれる、ヒットスキャンの中で、まあ、ほぼ唯一と言っていいほど、まあ、そこが評価だよね。でキャスはね、もう強い理由はね説明できません。もうシンプルに強いんです。でも使えばわかります、強いです。なんか使って感動するんだよ。え、なんか強くね、なんか強くねの A ランク。ウィドウメーカーはまあマップによるから B、 強いのほんまおもろい。マップによっては全然強い、ウィドウは結局。でメイもなんかラッシュに対して強いし、ラッシュと相性がいいし、もう強い、シンプルに強い。でソルジャーはもう一緒、もうばらまける系だね。もうソルジャー、トレーサー、ソジョンばらまける系だけど、その中でもまあ、ちょっと最下位かなっていう。今回のナーフで弾ちっちゃくなったから、メイハサブタンク、うん、ちょっと下がったかなっていう。リーパーはラッシュに対して強い、まあ、敵が近づいてきてくれるからね、ショットガン強いし、自分たちが近づく構成でも強いし、で今回のパッチのザリアのバフでザリアが出てきて、まあ、バリアもらってるデスブロッサムとかも最強だし、でザリアが出てくるということは逆にザリアのカウンターであるウィンストンとかも増えるってことだから、ってなってくるとウィンストンに対しても強いし、でホグとかもバフされたじゃん。なんかバフされたヒーローに対して強いんだよな。メイもそうだけど、今回だから結構評価、まあ、C でもいいかなと思ったけど、それもあって B。 アッシュも結構人によって評価分かれてる気がするけど、個人的になんかすげえ中途半端であんま強くないイメージ。めちゃめちゃ上手い人が使ったら強いけど、なんか昔のソジョーンみたいな感じだな。ヒットスキャン全般できますよって人だったらアッシュよりもソジョーンとかその人が使った方が強いんじゃないかな、ソルジャーとかキャスとかっていう印象。ただボブは強い、トルビはなんか強い、本当は B に上げてもいいけど、ソンブラはもうドゥームとかボール相手だったらもう A です。もうそれ以外は C、 なんか強くない。あのトレーサーとかゲンジがメタすぎて逃げれないんだよな、ソンブラ使っても。なんか戦闘に行って、あ危なくなったっつってロケーターで逃げようと思ったら普通に追われて死ぬっていう。 D はもうジャンクワンコンできない、ハンゾヘッションワンパンできない、バスティオン、まあ、なんか強くない、ファラ、飛べない、シンメトラ、チャージボム2発で倒せない。以上。ここにタンクも追加していくか。じゃあタンクはね、俺個人的にドゥームもう一強レベル。結構ボールも評価してる人いると思うんだけど、俺的にはボールそんななんだよな。まあさすがに C とか D にはなんないけど、 A か B らへんどっちだろうな。一旦 A に置いとくか。ホグ D、 ハルト D、 ザリアねバフ入ったから俺 A あげる。ウィンストンは B、 オリーサ、オリーサどうなんだろう。オリーサむず C、 あーごめん、マウガム D か、もう決まっちゃってんだよね。ラマはね B かな。クイーンもね S、 あでもあるな S、 いやあるかさすがに。シグマ、あとシグマはねあんまり俺評価してない、 B ぐらいかな。結構高い、いろんなティアリスト見て結構高い人いたけど、俺あんまり、そのタンク三尺派全体の三尺でもいい気がするわ。ディーバは A かな。まあ、S 上げてもよかったけど、まあ、ザリアバフによりカウンターピックがバフされたことによってちょっと A にランクダウンということで、強い順に変えるならね、でもレッキンそんな強くない気がするんだよな。いや一緒だな、クイーンとドゥオの強さ正直。いやーなんかマップによるな、マップによる、ちょ同率1位で、ちょっとこれちょっと言う、ちょっとね、レッキン言うほどじゃない体感。そうレッキンね、あのね言うほどじゃないてかね、レッキンはソンブラで止めやすい、ドゥームは止めづらいんだよ、ソンブラでも。ドゥームのスラムとかパンチに対して入ってくるのが遅いから、レッキンってハックもしやすいし、ハックしたドゥームがもう一回戦闘に帰ってくるまでの速さってドゥームって速いんだよね。
スラムで入ってきました、ハックされました、ハック終わったらパンチで帰ります、でまたすぐスラムで帰ってきちゃうんだけど、ボールってハックしてタコ殴りにしたら絶対パック取り行くから、戦線のね復帰が遅いんだよすごい。でその時にはまたハック上がってたりするんだよね。ボールは本当に上手くない限りソンブラで基本完封できる。ドゥームはねぼちぼち上手かったらね結構ソンブラでも手つけづらい。でウィンストンラマシグマむずいな。ラマも言うてラッシュに対して強いんだよな。スローいられるしね、クイーンとかに対して。ハルトのが強いな、ホグよりかは。こんな感じかな。タンクはサポ、オリーサモノスっぽい、ヘル、ルシオ S、 モイラ S、 キリコ S 入れたけど S 多いな。キリコ A、 いやーキリコ S、 うーん逆のがいいかな。いやでもランクだったらモイラだな。マーシーゼニーね、俺ゼニー言うほど強くないと思ってんだよな。ナーフも食らったし B ぐらいで一旦様子見ようかな。アナ C、 ブリ D、 バティ B、 ウィーバー D、 イラリー C かな。こんな感じかな。ルシオは多分一番強い。いや、モイラの方が強いかな。ルシオナーフ食らったしな。ナーフ食らったを、まあ、考えてモイラが最強にしとこうか。なんならこうでもいいか。ルシオ A でキリコ S に上げてもいいな。いや、ここはちょっとおのおのの判断に任せようかな。おのおのの判断に。強いて俺がつけるんであればキリコ S にしようかな。視聴者側からしてちょっとなんかここどうなんですかみたいなポイントある。ちょっとバランス的に1個上げとくか。じゃあちょっとこのバランス的に。バランス的にちょっと D が多すぎるから1個上げるか。バランス的に投げますやっぱ。よし、じゃあ完成でいいか。完成でこんなもんかな。うん。